Suzuki-mas. Kono hito to hanashita. Mochi to hanasu kana. So so, mise no hou ni mo, mise no kata ni mo, kimi tachi no koto sutaite oita no de, iroiro utte kureru hasu da. Sore to bed wa jiyu ni sukatte kure. So da na, bed mo sukatta. Senjutsu ni kansuru kuwashii koto wa mihari kouya ni iru watashi no musuko ni kiite kure. Yoroshiku tanonda. Yo. Ja, kore item item da. Item item. Hidari wa wakaran. Migi wa tamashi. Tamashi wa nani mite iru ka. Irashai, ganbatte yo. Atashi tachi mo ganbaru kara. Ah, mite iru. Tamashi wa mite iru ka. Zenbu uranai. Sou da na. Yasui. Oh, ganbatte kure yo. Kore wa futsu no item. Kore mo iranai. Poshin 40分 moteru. Iranai. Subete iranai. Kochi. Sochi nani mo nai. Kore wa ito. これは戦場、戦場。戦場行きましょう。なあ、この最初にやった帽子、坊主。最初にやった坊主。引き受けてくれてありがとう。じゃあ、早速戦術の説明をしようか。敵はこの山の真心を目指して登ってくる。それに対してマナを置き兵をやって宿って守るのだ。まあこれだけなのだが、この村はお金がない。戦うにもお金がなくて何もできない。何せ兵を宿と400ギルも必要になる。20部隊宿と8000ギルにもなってしまう。つまり君たちにお願いするのは、時間があるのであれば君たちのお金で兵を宿へ物を買って配置し支持してもらいたい。時間がないのであれば、資金援助をお願いしたい。資金援助してもらえば、その資金で兵を宿へ侵略の攻撃を防げる。ものすごく勝手なことを言っているのは十分承知している。母親たちと子供たちは別の村へ移した。私たちも覚悟はできている。話を元へ戻そう。もしこの荒野に敵が侵入した時には、君たちが直接戦わなければならなくなる。まあ一回負けたからと言ってそれで終わりにはならないけど、何度も負けてしまうと危険だね。さて、何か聞きたいことはあるかい？勝利条件のこと。敵を殲滅させる、もしくは全滅かなもしくは敵にはコマンダーと呼ばれる司令官がいるから、そいつを倒せば勝利だ。敵が荒野に接触したならば、ここへ乗り込まれてしまうから、直接戦わなくてはならなくなる。
もし直接戦って負けてしまい、マコロに取りつかれてもある程度までならなんとかなる。ある程度といったがどれくらい耐えられるか、かは実際にやってみなくてはわからないと思う。耐えきれなくなった時、コンドルの命も私たちの命も、マコロ内部のミティアラも神羅に奪われてしまう。敵のこと。敵は4タイプいる。ワイバーンについて。ワイバーンは飛行タイプで、行動速度が速い。したがって、岩落機や三連岩落機はあまり効果がない。ビーストについて。ビーストは剣タイプで行動速度が遅い。その代わりに攻撃力が高い。ババリアンについて。ババリアンは人形タイプ、人型タイプだ。まず、関節攻撃をしてくるので注意が必要だ。コマンダーについて。コマンダーは敵の司令官だ。こいつをやっつければいいのだが、とにかく手強い相手だ。別のことを聞きたい。宿える兵のこと。味方には行動できるタイプとして、ファイター、アタッカー、ディフェンダー、シューター、リペーラーかな。なんだ、勝利人、リペーラー、ワーカーがいる。行動できないタイプとして、岩落機、三連岩落機、ガノチ、岩落ちかな、岩石、岩機、透石機、長石機、爆弾投機がある。どれについて説明しよう。行動できるタイプについて。どれにさ、これは長いね、チュートリオみたい。ファイターについて。ファイターは攻守にバランスが良いが、得意な相手、苦手な相手もいない。アタッカーについて。アタッカーは行動速度が速く、前線を広げるのに向かっている。敵ピストに対して強く、敵バーベリンが苦手だ。ディフェンダーは体力が高いが行動速度が遅い。拠点防御に向いている。敵バーバリアンに対して強く、敵はワイバーンが苦手だ。全然聞いていない。私、ジュータは間接攻撃ができる。しかし体力が低い。敵ワイバンに対して強く、敵ビーストが苦手。じゃあワイバン弱いか。リペーラは味方の回復ができる。しかし攻撃力はあまりない。これはヒーラーみたい。リペーラ。ワーカは地震、地雷を置くことができる。地雷の攻撃力は高くても自分の攻撃力は低い。地雷は敵が触ると
爆発する。爆発するとその周りにいるものすべてにダメージを与える。まあ読んだね、別の高校。行動できないタイプについて。岩石か、岩の時期について。岩の時期は岩を一つ落とすことができる。落ちている間に当たった敵すべてにダメージを与えることができる。三連岩気気岩お岩石気。三連岩落ち気は岩を同時に三つ落とすことができる。落ちている間に、間に当たった敵すべてにダメージを与えることができる。それと三連岩落ち気爆弾投棄はまだ開発中なので、設置はできない。投石は投石、石を遠くへ投げることができる。落下地点にいる敵にダメージを与えられる。爆発投棄は長きを投げ、爆弾を遠くへ投げることができる。爆弾の落下地点周辺の敵にダメージを与える。それと三連岩落ち機岩機器爆弾投棄はまだ開発中なので設置はできない。疲れた。ちょっと休みます。この後、この残りの2のやつしよう。